パティが稼働し続けられるとか、レバンドスキーの控えにオバメヤンいて、めちゃくちゃ総熱いっすよね。レバンドスキー入ったバルサ CL どのぐらい成績残せると思いますか？今ってさ、バルサのベスメン、キーパーテアシュテーゲンの右から、デストか、まあ、スピリクエタって言ったらそうなの、まあ、セルジオベルト復活したら、まあ、ここはちょっとわかんないけど、まあ、その時いい人。で、センターバック1枚クリステンセン、もう1枚ピケでしょ、多分。でもなんか、ピケ外して、ね、アラウホクリステンセンで行くこともありそうだけど、一番安定するのは絶対ピケいる時ですから。で、左サイドバックアルバで、で、アンカブスケツ、で、まあ、ニコもいるねって。で、インサイドハーフペドリいて、ガビもいるね。で、もう1枚ケシエいて、まあ、そこニコも使えるし、ね、パブロトーレとか、まあ、デヨングそこね、残ったらいけるし。で、トップにレワンドスキーの控えにオバメヤンいて、左ファティの控えにフェラントーレスいて、右ね、ラフィーニャとデンベレで争わせられますから、めちゃくちゃ総厚いっすよね。一応、センターバックもね、エリック・ガルシアこれ以上取ったら、第5センターバックになるんですよね。こういうのやとさ、CL ベスト4ぐらいいってほしいよね。あとはまあ、取った選手とかが大怪我しないとか、ファティが稼働し続けられるとか、ファティが出られなくなった時にね、メンフィス打っちゃうっていう風になるとさ、今メンフィス入れなかったね。僕、残してくれるのはメンフィス絶対残してほしいですから、ファティ出られなくなった時に出てくるのフェラントーレス。で、ラフィーナ出られなくなった時にやる気ないデンベレ出てきたらやっぱり両サイド弱くなりますからね。そうなるとね、訓練に何十億使うよりはそこプールしといた方が、だってもしさ、もう移籍バッチリ夏しました、スタートしましたって言って、誰か怪我人出て、それが補填効かないポジションだったら、冬に予算ありませんのがきつくない。でラリーガの場合は主力が怪我した時に他のチームから分取れるルールがあるんで、金さえあればブライスウェイトパターンで来てくれるんですよね。地獄のルールだけどね、他のクラブからしたら。